モグシップから通信が入ったクポ。モグシップは FF7 次元のミッドガルに向かってるクポ。ミッドガルはこの前の調査で新兵器魔法キャノンを組み立てていないエリアクポ。何かあったら大変クポ。早く合流するクポ。ユニバーサルクリスタルの破片を見つけるにはゴーグルをちゃんとつけないとダメクポ。しっかりつけ方を覚えるクポ。モグライドの座席であるマドンコアへご着席後、クルーがクリスタルゴーグルをお渡しします。なお、髪の毛を束ねている方はあらかじめほどいておいてください。その後、まっすぐ前を向いた状態でゴーグルをつけてください。まず本体を目元に当て、それから固定バンドを頭にかけてください。さらに頭の上と左右にあるマジックテープで調整してください。最後に本体上部にあるダイヤルでピントを調整してください。背筋を伸ばしてまっすぐ前を見たときにこのような画面が正面に見えていれば正しく装着できています。なお、クリスタルゴーグルはモグライドがモグシップに到着後回収いたします。出口付近でモグシップクルーが受け取りますので、クリスタルゴーグルは本体を降車し、出口でクルーにお渡しください。準備はできたっぽ。みんなでモグシップに帰るっぽ。先にモグライドで待ってるっぽ。